はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は B 級1組順位戦の5回戦が終わりましたので、その結果速報やっていきたいと思います。羽生九段が4勝1敗で首位に躍り出ました。屋敷九段戦に素晴らしい内容で快勝しまして、一気にトップとなっております。そして増田七段は糸谷八段に敗れ、全勝は止まったんですが、それでも2位と昇級圏内につけております。糸谷八段は増田戦に勝ちまして3勝目を挙げまして、順位も良く3位に浮上しました。澤田七段は山崎八段に敗れ、4位に後退。山崎八段は千田七段、大橋七段、そして澤田七段と有力な若手棋士相手に3連勝しまして、見事に5位まで浮上しております。千田七段は安光九段に敗れまして3勝2敗。大橋七段は木村九段に勝って3勝2敗ということで、3勝2敗が5名という混戦になりました。安光九段は、抜け番の後、増田七段に不戦敗、コロナで不戦敗、そして羽生九段に敗れ、苦しい連敗スタートとなりましたが、そこから木村九段、千田七段と勝ちまして、2勝2敗の差し分けに持ち込んでおります。そして三浦九段、連勝スタートからの連敗で2勝2敗。近藤七段は三浦九段に勝って2勝3敗。近藤七段はいつも後半に上げてくるんですが、果たして今回も後半追い込むことができるかどうか注目です。屋敷九段1勝3敗、横山七段0勝4敗、木村九段連勝4敗ということで、高級枠が3つありますので、今のところこの3人がちょっと危ない状況となっております。そして残りの対戦表、こちらになります。やはり6回戦9月28日に行われます羽生九段対増田七段の1敗対決、これが大一番になりそうです。羽生九段が先手番ですので、一体どういう作戦を立ててくるのか注目でございます。そして羽生九段は今3勝2敗の山崎八段、そして千田七段、さらに糸谷八段と好調者と対戦が続いておりますので、この辺りを乗り切れれば永久復帰がはっきり近づいてくると、そういう形になりそうです。また近藤七段も後半戦でギアを上げてきますので、非常に厄介な相手となりそうです。また増田七段は羽生戦はもちろんですが、後半で上げてくる近藤七段とか、千田七段、澤田七段、大橋七段と、今季好調な人たちと当たっておりますので、この辺りを乗り切れるかどうかというのが鍵になりそうです。昇級確率は羽生九段が今のところレーティングに照らし合わせて考えますと約 60%、増田七段が約 32%、 糸谷八段約 28% と、こういった確率で続いております。そして、澤田七段は約 17%、 現在4位ですね。で、大橋七段は、レーティングこの中だと非常に高いので順位は悪いんですが、約 15% となっております。山崎八段が約 10%、そして安光九段が約 7% という感じで続いております。続きまして高級確率見ていきたいと思います。今のところ屋敷九段順位が10位で1勝3敗と苦戦していて、レーティング的にもこの中であまり高くないということで、約 65% という数字が出てしまっております。そして横山七段は現在0勝4敗、順位も9位とあまり良くないということで約 85%、 また木村九段は約 86% という非常に苦しい数字が出ております。やはりこちらですね、7回戦の屋敷木村戦、裏の大一番となりそうです。そして横山屋敷戦ですね、9回戦、この辺りの直接対決が鍵を握るかもしれません。ちょっと近藤七段が落ちるっていうのはあまり考えられないんですが、一応他の高級確率、レーティングに照らし合わせて見てみますと、安光九段約 14%、 三浦九段約 16%、 近藤七段約 8% と、こういう形が出ております。安光九段としては順位が非常にいいんですが、最近レーティングがちょっと落ちてしまっているということで、こういった数字になっておりますが、逆にここから上げていければ昇級も狙えると、そういったポジションになっております。やはりちょっとこの屋敷九段、横山七段、木村九段の3人が危ない状況となっておりますが、果たして盛り返すことができるかどうか注目でございます。羽生九段対増田七段戦の勝者は、先ほども申し上げたようにいっぱいキープになる、勝者がいっぱいキープとなる大一番、敗れると2敗勢に飲み込まれると、そういう形になりそうです。まだ3敗の近藤七段も十分チャンスがありそうな形ではございますが、
昇級ラインとしてはおそらく9勝3敗ぐらいになってくると思われます。増田七段の位置から9勝3敗だと頭跳ねの可能性も十分ありえますが、羽生九段の位置で9勝3敗であれば、順位が6位といいので、まあ昇級の可能性結構高いんじゃないかなというところですね。ということで現在4勝1敗で9勝3敗から4勝1敗引きますと、残り5勝2敗が目安になってくると、そういった形になります。まだまだ強敵がずらっと続いておりますが、5勝2敗以上であればおそらく羽生九段の位置からは永久復帰が望める、そういう展開になってくるでしょうか。増田七段は例年であれば13位で9勝3敗だと頭跳ねの可能性もあるんですが、今期はすでに6回戦で1敗者が1名のみになるということで混戦が確定しておりまして、そうなりますと例えば糸谷八段や澤田七段の位置からだと残り9勝3敗になるためには残り7回戦で6勝1敗以上の成績が必要になるということで、まあ、6勝1敗って普通に考えてかなり厳しいので、おそらく増田七段9勝3敗になればかなり高い確率で上がれると思われます。同じく羽生九段も8勝4敗でもギリギリいけるかもしれないと、それぐらいのラインになってきそうです。まあ、とにかく羽生増田戦の敗れた方が2敗に後退して苦しくなるのは間違いなさそうですが、昇級ライン例年よりおそらく下がると思われますんで、そこから残り1敗以内でいければ昇級という可能性十分ありえそうです。ということで後半戦の注目カードもご覧いただきたいと思います。羽生増田戦はもちろんのこと、2敗勢同士の澤田千田戦というのも6回戦個人的には非常に注目しております。そして7回戦ですね、羽生九段対山崎八段戦、そして澤田七段対大橋七段戦で、8回戦は増田七段対千田七段戦、9回戦千田七段対糸谷八段戦、10回戦澤田七段対増田七段戦で、11回戦は羽生九段対千田七段戦、そして大橋七段対増田七段戦、12回戦糸谷八段対羽生九段戦、最終局は大橋七段対千田七段戦という、そういう形で個人的には注目しております。三浦九段が、後半戦どんどん勝ってきたりするとまた糸谷八段との対戦とか羽生九段との対戦、そのあたりも注目カードになるかもしれません。ということでぜひ皆様の昇級予想もコメントいただけると大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、羽生九段としてもまだまだ全く気の抜けない相手との対戦、多いですけれども、羽生九段はこの残りの対戦相手全員自分より、まあ、レーティングが下の相手ということで、非常にこう昇級確率も 60% 超えと有利な立場で戦うことができると、そういう形にはなっておりますが、やはり山崎八段や千田七段、そして糸谷八段と強敵相手に後手番を引いているということで、そのあたりがどうなってくるか、鍵というふうになってきそうです。増田七段もコロナ禍ではレーティングが非常に高く、まあ、羽生九段以外は全員増田七段の方が高いという状況にはなっておりますが、順位が13位と悪いため取りこぼしが許されない状況となっております。果たして誰が最終的に昇級するのか、ぜひ皆さんのコメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくれた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。